判決後、裁判所では不当判決の文字が掲げられました。同屋に住む80歳の女性とその夫は、旧優生保護法のもと、知的障害を理由に人工妊娠中絶と不妊手術を受けさせられたとして、国に合わせて2200万円の賠償を求めていました。一審で札幌地裁は、中絶手術は経済的理由で受けた可能性も否定できないとし、不妊手術についても棄却していました。札幌高裁は、旧優生保護法は違憲としましたが、夫婦がこの法律で手術を受けた客観的証拠はないと一審判決を支持しました。本人が中絶について大変こう悲しんでいたということに照らすと、同意していたという認定というのはあまりに事実とかけ離れている認定なのではないかというふうに思います。